ライスパチャンネルです。今日もね、オリエントアルカディアやっていきたいと思います。今日やっていくのはですね、定期的にやっている、全員 UR イベント、無課金で取れるかっていうね、途中経過ですね。で、今ですね、ちょうど何日目なんだろう、残り11日なのかな、残り11日で一応戦力が310万ぐらいですね。でね、かなりやばいですね。かなりやばくないですか。残り11日で1005ってかなりもうやばい気がする。でね、一応まあどんだけ進んでるかっていうと、 UR のね、これじゃない方がいいな、UR の旅武器があともうちょっとで3になりそうですね。で、 SR の SSR は5が芝居がなりました、最近ね。で、総人が次な、総人と諸葛亮がなりそうなんですけど、まだまだちょっとかかるというような状況ですね。で、SRR はですね、まあまあまあ育ってますけれども、SR の5になるキャラっていうのが、もう、まだ何人かいる。ただまだかけら必要な状況ですよね。ただまあ SR の星5っていうのはあと5、6体はいけるのかな。うん。R に関しては皆さん星5になっているというところですね。だこれ考えると、私がみんな、この R の英雄が多分 SR に突破までは多分余裕でいくと思うんですけど、もらえるポイントは少ないですね。で、SR も星5は行くから8、まあ8行ったとして200か。まあここあとね、3、4日で多分ね、4、500は行くと思うんですよね。多分ね、行かないと無理なんだもん。で、思ってるのはね、やっぱこの SSR を育てるっていうのはかなり難しい。で、当初ね、SSR を UR にしようと思ってたんですけど、到底無理ですね。だから多分 SR もしくは R を UR にすることを狙うと思いますね。で、じゃあ SSR はどうするんだっていうと、 SSR はね、やっぱ星5を目指す。このね、ポイントを見てもらうと分かるように、 SSR は星3にすると20ポイント、星5にすると50もらえるから、SSR はなんとか星5を狙いたいというような状況で、 UR は目指さないという方針にちょっとね切り替えてます。だからここで言うと、芝居の星5はもう出たんで、芝居は完成ですね、一応。で、あと諸葛亮と総人はして、次に SSR が星5になりそうなのって言っても、もうほとんどね、まだ星1なんで、まあその中で近いっつったら周囲孫作ですね。だからね、ちょっとね、ウィッシュリストを、変えました。今まではウィッシュリストを、これを総人と芝居でやってたんですよ。で、芝居を UR にするのはちょっと難しいと判断しまして、総人をやめて今旅武器にしてます。で、総人が SSR5 になった時点で、次に SSR5 を狙えるキャラとしては孫作と周囲が近いから、孫作周囲かなにしようと思ってますね。で、3個の例もここもね、芝居にしてたんですけど、芝居星5に行ったんで、もうこれにしてます。両武器、両武器もね、 UR5 もなかなか難しいんじゃないかな。だからね、で、現世が今のところね、8000でしょ、残りが。で、かなり厳しいなと思っていて、そうすると、あと、やれる可能性としては、もちろんね、ガチャで、召喚券とか、3個の霊券、この辺を買っていくことになるんですけど、まあ、20% オフのね、通常召喚券は毎日引いてたんですけど、それでもちょっと足りなそうってことで、今日ね、焦って、定価の、安くなってない召喚券10枚買っちゃいました。なので、今のところ、通常召喚券、要は 20% オフじゃない、召喚券を40連だけやってます。あと3個の霊も2つぐらい買ったのかな。
はい、だからね、この金流コインでこの通常 SSRAU のかけらっていうのも買えるじゃないですか。だからこれもね、もしかすると狙わないといけないかもしれない。だからちょっとかなり今の時点はね、激渋ですね皆さん。これちょっと失敗するんじゃないかなとちょっとね思い始めている今日この頃ですけれども、まあね、ちょっと頑張ってね、なんとかやっていきたい。はい、ということで残り11日で、ちょっとね SSR がねなかなか難しいということが分かってきて、まあ、たんで、ちょっとウィッシュリストを変えてね、ちょっと方針をね少し、変えていきたいというふうに思ってます。狙うはだから